83年10月に小説現代で公表されたのが書出の短編小説である。本作は、高橋が、いつかは果たしたい夢と語っていた、念願の自戦短編集、眠らない少女、高橋克彦自戦短編集の表題作となっている。他、君が見つける物語10代のための新名作コア愛、話編や少女怪談など。 ホラー小説のアンソロジーにも繰り返して収録されており、ホラー小説の代表的作品の一つと位置づけられている。うりこ姫と天のじを作品の題材としている。夜中、午前2時を過ぎてもなかなか寝つこうとしない、娘巻が必要に絵本の読み聞かせを母親さよこにねだるのはうりこ姫と天のじゃく。さよこが娘に、 そうやって、いつまでもダダをこねて眠ろうとしないような子を、甘野若というのだと語るが、それを聞いて、柄にもなく怒ってしまった、主人公は、幼少の頃に耳にした、一と山やまの弱を思い出していた。夜が明け、主人公は、昨日の自身の言動に言い知れない胸騒ぎを覚えると、共に、一と山やまの弱にまつわる伝承を調べる。この民話は地方によって、 話の展開が異なるということを知り、主人公の記憶にある、ひと山の弱もそういったバリエーションの一つだったのだと理解して、胸をなでおろした。再び夜がやってきて、娘に読み聞かせを行う母親に付き合う主人公は、絵本に書かれている話と微妙に異なる、展開の話を記憶しているのだと話し、娘がセガムに任せ、その記憶、ひと山の弱を話す。 それに対して、妻は、絵本とも主人公の記憶とも、微妙に異なる、展開の話を記憶していると話し、妻の記憶にある、人久山の弱を話す。そうやって話をしているうち、主人公は、どれとも、展開の異なる話を思い出し、やがてそれが、自身の前世の記憶であったと確信するようになる。主人公はその話の展開を見ていた一話の、 カラスだったのだと。しかし、前世の記憶を思い出していたのは、主人公だけではなかった。妻も、また、前世の記憶を思い出していたのだった。そして、それを聞いていた娘にも、前世の記憶が蘇っていた。ありがとうございます。